はい、皆さんこんにちは、YC レーザークラフトでございます。今回はですね、最近よくあるご質問ということでいろいろいただくんですけども、そちらについてね、まとめたものをちょっと動画として出していきたいなと思いますんで、ご覧いただけたらなと思います。でざっくり今ちょっと説明しますと、1つ目は丸染めと岡染めの違いですね、はい、で2つ目に関しては染色、手染めですよね。僕の方で革は染めているんですけども、手染めできる革とできない革、こちらについて。で3つ目なんですけども、革のシミ、シワ、傷、そして、トラといった感じで、天然革につくね、そういった、特性について説明していきたいなと思いますので、最後までご覧ください。はい、それではいきたいと思います。まずはじゃあ岡染めと丸染めについての、違いですね、説明していきたいと思います。じゃあ岡染めとは、はい、まず岡染めについてなんですけども、まさにズバリこちらのトラッカーウォレットが岡染めブラックということになっております。何かというと、岡染めっていうのはご覧のように革の表面は今黒になっておりますが、裏面であるこの床面ですね、それからこの断面のコバに関して言うと、これは肌色のまんまなんですよ。もともとこちらの革はですね、このように、肌色の革を僕の方で黒に染め上げてこのような配色にしてあるんですけども、裏に関しては全くノータッチで染めておりません。そして切ったこの断面も染めておりません。ということは本当に表面しか黒になってないんですね、で中開けていただくとそうなんですけど、この革の裏面が見えるところも全部肌色になっておりますね。小銭入れの部分も同様にそう、こんな感じで全部肌色になっております。なので本当丘といった言葉使うだけあって、もう表面の部分だけが黒、そしてこの横とか、横っていうか断面ですね、あるいはこの裏面に関してが原皮そのままということとなっております。じゃあ一方丸染めはと言いますと、丸染めはこちら、ちょっとモデル変わって申し訳ないんですけども、こちらが丸染めブラックとなります。どう違うか、もうそのまんまなんですけども、丸染めというだけあって、革の表面は当然、裏面と、そして切った小刃断面ですよね。こちらも全部真っ黒に染めたものが、この丸染めといったものとなります。丸染めブラックだから今全部モールブラックなんですけど、これが丸染めイエローとか、丸染めグリーンとかだったら当然、表のみならず裏も断面もその、ネーミング通りの色となって染め上げられます。はい、じゃあどっちがいいかどっちが悪いかっていった話、特にそういった良し悪しメリットデメリットはないと思うんですけども、本当個人の、好みにはなってくると思うんですけども、染料の技術がそんなにまだ発展していなかった頃っていうのは、この岡染めブラック、岡染めの染色が主流だったと言われております。そしてやっぱりその岡染め、クラシカルな感じ、印象があるのが岡染めじゃないかなと思っております。そしてこの黒の変色の経年変化のみならず、岡染めブラックっていうのはこの原皮の色の変わりようとか小刃の色の変わりようっていうのも楽しめるんで、両方楽しみたいなと、原皮の色もそれと岡染めの色も両方楽しみたいってなるんだったら、岡染めがおすすめかなと思っております。あるいはもう革はシンプルに見したいと、もうツートーンっぽくこう2色ちょっとこうねあるよりかはもう1色とでもうまとめて楽しみたいという場合は丸染めがおすすめですね。やっぱ C っていうならこの丸染めの方が原皮がやっぱどこにも色はないので、ちょっと原皮の汚れっぽさっていうのは黒の場合ですと目立ちにくくなりますね。丸染めブラックの利点としてはそういったちょっと少し汚れっぽさが目立っちゃうような岡染めがちょっと気になるなっていう方は丸染め、こちらがおすすめとなります。特にどちらも良し悪しメリットデメリットというか特徴はあるんで、それぞれ、ご自身のこの好みに合わせてセレクトいただけたらと思います。ちょっと余談なんですけども、染めてない革っていうのも当然あります。こちらはヌメ革の肌色のままですね。別名でナチュラルって言ったりとか、タンっていうカラーリングって表現したりとはすることもあると思うんですけど、僕の方では肌色って言ったりしてますね。あるいはナチュラルかなっていう感じで、表現しております。はい、元々の色はね、もう、このような色なんですけども、当然何も塗っておりません。
で使っていくうちにこの色はどんどん焼けてきて、最初の肌色から少し濃くなっていきます。で何年も経つともう茶色のようなすごい濃くなった深みある色に変化していくのが特徴かなと思っております。はいですね。はい、続いては染めれる革、染めれない革のお話についていきたいと思います。ですね、私の手で染めれる革と染めれない革っていうのがあるんですね。もちろんあのなめし工房とかなめしている工場ではいろんな革をいろんな手法で染めていると思うんですけども、革職人の方で染めれるものっていうのはやっぱ限定されてきますね。で僕の方でやっぱ手染めできるものとできないものっていうのがあるんですけども、ちょっとそちらについても説明していきたいと思います。まずもう染めれる革っていうのはもうこちら、今ねさっきからちらっとお見せしてるんですけども、ヌメ革一択ですね。もうヌメ革しか染めることができません。なめした後に何も基本的には工程を施していない革なので、もうすっぴん状態なんですよね。何も顔料もついてないし、オイルだって入っていない。なので塗料、それから染料っていうのが入れることができます。一方染めれない革っていうのはあるんですけども、もうズバリやっぱヌメ革以外といったことではないでしょうか。それ以外の革だともう染めることが基本的にはできなかったりします。中には染料がちょろっと入ってくれる場合もあるんですけども、綺麗には染まらないと思います。今うちではメインとしてヌメ革、そしてそれからクロマエクセルレザー、そして最後にホースバットといった革を主に扱っているんですけども、このヌメ革以外のクロマエクセル、ホースバットは染めることができません。はい、なぜかというと、もうこの2つの革に関しては十分に加工が施されてしまっているからですね。クロムエクセルなんかは油分がねすごく豊富に入っていて、4種類のオイルが入っております。蜜ろう、植物性オイル、牛脂と魚脂っていった感じで油がたくさん入っている革になってくるんで、染料が全く入ってくれません。ましてやもうすでにねもう黒く仕上がっておりますので、何色入れようが入ってくれませんし、なんなら染料全部弾くでしょうといった感じでね、ホースバットも同様ですね。まあ含有しているオイルってのはちょっと種類が違うんですけども、入ってくれないのがまあ実際のところでございます。なのでホースバットで、こういった染料で染めれますかっていった場合だと、ちょっとそれはできなかったりするんで、基本的には染色できる革は私の方ではヌメ一択となっております。はい、ちなみにちょっと、余談で説明しておきましょう。使っている染料が、まあ、主に、今1社メインで使っているんですけども、こちらですね、クラフト社さんっていう、まあ、レザークラフトの工具だったりとかパーツを販売している会社さんですね。こちらのクラフト染料っていうものを使っております。これ丸々1本、ね、使ったりするんですけども、それから今ちょっと販売というかもう倒産してしまった会社なんですが、セイワさんといったメーカーさんでも染料は仕入れておりました。まだちょっと残りがあるんで、それを使ったりする場合もあるんですけども、今ちょっとセイワさんというメーカーはね今もうないので、今残りは、他の色はこれが使い切るまではこのね染料使っていきたいと思います。今ちょっと3本お見せしているんですけど、まだまだあるんで、ね、今ちょっとしまってる染料もあるんで、もしヌメ革で、黒以外でなんか他に色できませんかといったご質問ご要望があればご相談いただけたらと思います。できる色できない色はあるんですけども、例えば赤とか黄色緑とか原色っぽいのもできますし、ダークグリーンとかダークなんちゃらとか、そういったちょっと渋めの色だって黒をね少し足して自分で僕の方で調合して染色をねすることもできますんで、その染色の方にね興味があるというか、ご自身だけのオリジナルの一色にしてほしいといった場合はご相談いただけたらと思います。はい、最後なんですけども、革の状態、シミシワ傷についてなんですね、説明していきたいと思います。どうしても天然革を使っておりますので、革にはですね、動物の、由来の、シミシワ傷が入っていたり、します。やはり生前で関節の部分とかでこう入っているようなシワだったりとか、あと動物同士のなんか喧嘩とかによるのかな、入ってしまっている傷があったりするんですよね。結構牛とかも見られるんですけど、馬なんかは結構傷があったりするっていう話で有名ですね。はい、あとこれはちょっと何の由来かわからないんですけども、クーズーっていう動物の皮に関してはもうシワと傷だらけなんで、クーズーレザーをもし飼われるっていう、まあ、ケースがねあれば、まあ、僕の方では今クーズー取り扱いないんですけども、
もうシミシワ傷だらけなんで、もうご承知いただけたらと思います。どうしても天然革で、そういったシミシワ傷が入るケースがあったりしますんで、そちらはあらかじめご了承いただけたらと思います。ただしこのようにですね、シワによるこの革の折れだったりとか、ちょっと今手元にはないんですけども、傷による穴開きっていうのがあったりするんですね。そういった部位はもちろん使わないようにいたします。それからちょっとこのようにヌメでもシワがもう著しく、すごい部位だったりとかっていうのは使用しないようにはします。ただもちろんうっすらちょっと入っている、箇所だったりとかっていうのはどうしても入るケースがありますんで、そちらをね、ご了承いただけたらと思いますし、例えばウォレット全体でも入ってるとこと入ってないとこっていうのはどうしてもやっぱ出てきてしまいます。フロントはすごい綺麗なのに、後ろの部分ではとある部分はすごく傷が入ってしまって、すごくは入ってるものは使わないんですけど、ちょっと傷が入っている虎模様がちょっと見えるっていうのは、どうしてもね、避けられないことではありますので、そちらもね、ご了承いただけたらと思います。ちょっと余談なんですけど、先ほどのね、シミシワ、傷、それから虎模様、が入る場合があるというお話をしました。ちょっと入るケースとしてはね、このように入っていたりとか、この後ろ面、ちょっとわかりづらいな。ちょっとここ入ってるんですけども、こんな感じでね、入ってるケースは、全然あったりします。逆に言うとこのシミシワ傷とかね、トラ模様っていうのは、本革だからこそやっぱ入る、ものであって、むしろ、こういうのがないっていうのはね、本革じゃなかったりとか、あるいは顔料でごまかしているケースがあったりする場合もあるんですよね。はい、だからやっぱ天然革だからこそこうね、どうしても入ってしまうのは、逆を言えばその分本当の天然の皮を、使用しているという証にもなったりするんで、そちらを逆手にとってある意味そういった個体差を楽しんでいただけたらと思います。はい、いかがでしたでしょうか。ちょっとざっとね、説明をしてしまったんですけども、よくある質問ということで今回は3つ、お伝えいたしました。まだね、ファスナーはユニバーサルとタロン、今うちではその2つの種類のブランドを使ってるんですけど、どっちが、いいですかとか、それから刺入糸とロウ引きの違いは何ですかとか、そういった質問もいただくんで、それまた次回ちょっと別でまとめてお伝えしていきたいなと思います。それではまた。